よし、もう少しで突破できるよ。妙だ。しつこいだけが取り柄の騎士団にしちゃ引き際が良すぎる。それにこの陣形、ひょっとして。来たな、トガオニ。総員、前へ。トガオニとその仲間を囲め。囲まれた。まさか、罠だったの？気づかないうちに追い込まれてた。もう逃げられはしないぞ、トガオニ。旗をつけさせてもらう。やってくれるじゃねえか。つかさ、囲んでボコるなんて騎士として恥ずかしくねえの？勘違いするな。兵たちは逃げ道を塞ぐためのただの壁。騎士道精神のもと、お前たちに裁きを下すのは俺という正義だ。相変わらず自分に酔っちゃって、見てるこっちが恥ずかしくなっからやめてくんねえ。罪を犯しながら生き恥をさらす貴様らに言われる筋合いはない。あの、話を聞いてください。確かに俺もミゼラも罪を犯しました。だけどちゃんと理由があるんです。せめてそれを聞いてから。黙れ。トガ人の汚らしい言い訳など聞く気はない。貴様らは生きていてはいけない存在だ。だから打ち滅ぼしてみせる。我らが全力を持って。やっぱりダメなの？気をつけてミゼラ。この二人すごく強いんだ。うん、わかってる。イージス、トガ人二人はお前に任せる。僕はトガオニ。しかし、そういう契約で僕は雇われている。それに命令を忘れたわけではないだろう。わかっている。行くぞ、トガを背負いし者たち。イージスアルバ、いざ尋常に参る。やるな、トガ人。だがここまでだ。今からトガ人の少年と少女を仕留める。お前たちは捕獲の準備を。どちらかは必ず生きて捕らえろ。罪の国を発見するためこいつらが必要だ。この人たちも罪の国を？ふん、そういうわけか。じゃあやることは一つだな。と、何するのさ、ビシャス。あなた一体何考えて？お前もだよ、ミズラ。何のつもりだ？イージス、好機を逃すな。ああ、分かっている。トガ人の少年と少女を捕らえろ。なぜ？離して。動くな。おとなしくしろ。やめて、触らないで。いって、この女噛んだぞ。捕らえたか。しまった、トガオニがいない。いつの間に。仕方がない、捕らえたトガ人を優先する。隊を二つに分ける。分隊はトガオニを捜索しろ。トガ人の少年と少女、お前たちは俺と共に来てもらうぞ。どこに連れて行く気？我らが祖国、ミラスメグール王国だ。結局、トガオニは取り逃がしてしまったな。次こそは必ず仕留める。
奴を倒さない限り僕は。リオン、俺は君の事情を詳しく知っているわけじゃない。だが、俺としても、トガ鬼をのさばらせておく気はない。正義のため、力を合わせてトガ鬼の首を取ると誓おう。ふん、愚直な奴だ。そういうところはまるで。イージス、よかった。無事だったのですね。な、おい、あれ、王妃レベッカ様だよな。王妃様がなぜ直々に。無駄口を叩いてないで、お前たちは先にトガ人を連れて行け。はっ、失礼しました。レベッカ様。イージス、お帰りなさい。お心遣い感謝します。しかし、その、このようなことはお控えください。どうして？あなたが王妃で、私が一介の騎士だからです。そう。うん、そうね。ごめんなさい。あなたに迷惑をかけるつもりはなかったの。他の騎士たちの前では控えるようにするわ。いや、そういうことでは。私、イージスに聞いてほしいことがたくさんあるの。また、何かお悩みになられているのですか？私でよろしければ、いつでもお話を伺います。それで、レベッカ様の心が、少しでも楽になるのなら。本当？約束してくれる？騎士に二言はありません。そうね。イージスは決して嘘なんかつかない。この前も一晩中私の話をただ黙って聞いていてくれた。泣き顔を見ないよう私にずっと背を向けたままで。ありがとう、イージス。あなたの存在に私はとても救われているのよ。王妃様のお役に立てているのなら、騎士として誉れに思います。王妃なんて呼び方はやめて、レベッカと。いえ、それはできません。もう真面目なのね。騎士として正しいより男として正直になってほしい時もあるのよ。まあいいわ、疲れているのに呼び止めちゃってごめんなさい。またね、イージス。はい。余計なお世話かもしれないが。どうした、リオン。親しいのか、王妃とは。まさか。王妃様と騎士、それ以上でもそれ以下でもない。ただ、彼女はとても悩んでいるんだ。その様があまりに苦しそうで、助けを求めているように見えて。手を差し伸べたわけか。しかし、それは本当にお前の役目なのか。わからない。だが、誰であろうと、苦しんでいる者を見捨てることはできない。それは、騎士道精神に反する行為だ。騎士道か。確かにそれに乗っ取ればそうなのだろう。だが、これだけは覚えておけ。中途半端な優しさは、時に何もしない以上に人を傷つける。やはり余計なお世話だったな。気にするな。いや、気遣い感謝するよ、リオン。同僚とは少し違うが、君のような剣士と共に戦えて、俺は嬉しい。そうか。僕はもう少しトガ鬼の行方を探る。王にはそう伝えておいてくれ。わかった。くれぐれも用心してくれ。なんだ。別に肩入れしてるわけじゃない。余計な進路を抱えて、いざという時戦力にならないようでは困る。それだけだ。ふん。なんとでも言え。僕はお前ほどお人よしじゃないんだ。
着いたぞ。これって牢屋？後で呼びに来る。ここでしばらくおとなしくしていろ。相部屋だが、トガ人には贅沢なくらいだろ。こら、さっさと入れ。ちょっと待ってよ。待ってってば。どうしてこんなことに。どうして？そんなのビシャスのせいに決まってるでしょ。ビシャス、どうして俺たちを攻撃したんだろう。知らない。興味ない。トガ鬼だからじゃない。ミゼラ、だいぶ怒ってるね。おい。ビシャス、次会ったら覚えてなさいよ。ほどほどにね、ミゼラ。もう刺したりしちゃダメだよ。そうね。刺しても死なないものね。でもじゃあどんな手を使えば。おい、おい、こら！いや、仕留めるための創意工夫をしてほしいわけじゃなくてね。おう、こら！しかとすんな！え？どなたですか？お前ら、なんか忘れてねえか？忘れてるだろ？忘れてるよな！挨拶だよ！この部屋の先輩に対しての！何言ってるの？ただの先に入ってた犯罪者じゃない。え？でも、先輩には変わりないんじゃない？した方がいいのかな、挨拶。こんにちは。はじめまして、先輩。野郎ども、やっちまえ！なんで？嫌味で言ってるのにそんな爽やかな挨拶返されたら、逆に立つ手がねえだろうが！逆にムカつくだろうが！ってことで覚悟しやがり。やりましょう、カナタ。ちょうど今そういう気分だったし。うさばらしはダメだからね、ミゼラ。もうおしまい。すんませんした。勘弁してくださしゃい。おお、すごいね。あれだけの数を二人で倒しちまうとは、こりゃ大したもんだ。はあ、まったくいい腕だ。まさしく格が違うってやつだな。誰？俺はレイブン。まあ見ての通りしがないおっさんよ。俺は、いや、名乗るほどのもんでもねえし。またそれ？もう、もったいぶっちゃって。あなたたちは、一体。ダメだよ、カナタ。この人たちからは、近づいちゃいけないダメ人間の匂いがする。こう！だーれがダメ人間か！俺様はあれよ！店でご飯食べた後に、ちょっとお金がないことに気づいちゃっただけで。俺はあれだ、ちょっと街中で喧嘩しちゃっただけだ。理由は酔ってたから覚えてねえ。すごいよ、ミゼラ。この人たち、かけ根なしに本物のダメ人間だ。俺、ダメ人間初めて見ました。ちょっと感動してます。おお、そりゃ何よりだ。こんな純粋な目でダメさを突きつけられたの、おっさん初めてかもしんない。塩ないかな。あったら投げつけるのに。清めようとすんな。ダメ人間だって生きてんだぞ。そうだそうだ。たとえダメで腐った雑草だろうと、踏まれて駆られる道理はねえ。
俺とレイブンで日本草、最後まで伸びきってみせようじゃねえか。よっ、待ってました、占領役者、かっこいい。おい、な、なになに。釈放だ、出ろ。マジでやった。違う、お前じゃない、そっちの男だ。ふん、なんで。悪いね、レイブン。どうやらそういうことらしい。世話になったな。んじゃ、またどっかで。そっちの男子と女子も、じゃあな。ちょっと、なんでよ。俺たち日本草じゃなかったの。最後まで伸びきるんじゃなかったのかよ。ニゼラ、俺は今悲劇を見たよ。違うわ、カナタ、これは孫うことなく喜劇よ。誰が喜劇役者だ。デクソン、いい言うで。これからは少年とお嬢ちゃんに話し相手になってもらうから。え、なんでそうなるの。だって暇なんだもん、話くらい聞いてくれたっていいじゃない。まあ、話くらいなら。ありがとう少年、話がわかる男は大成するぜ。多分話半分で聞いた方がいいよ、カナタ。まあそう言わずに、おっさんの退屈しのぎに付き合ってよ。まずは何から話すかな。やっぱあれかな。うん、君たちさ、このミダスメグール王国の王妃様の話知ってる。王妃様、もともとは田舎町の農家の娘だったんだけどね、その美しさを聞きつけた国王に王宮に招待され、一瞬で見初められて結婚し王妃様になったって話よ。素敵な夢のある話ですね。そう思うでしょ。でも実際は全然違ったんだって。ミダスメグールほどの大国の王に見初められて断るなんて選択肢が市民にあるわけがない。要は身売りと変わらないってわけよ。王妃様、今じゃ自分の運命を呪って一人部屋で泣いてるらしいよ。かわいそう。うん、まあ見回りの騎士さんが話してた噂話だから、どこまで本当かわかんないけどね。王妃様か、なんとかしてあげたいな。そうか、トガオには取り逃がしたか。申し訳ございません、次こそは必ず。いや、よい、トガ人を捕らえただけで行幸だと思わねば。おそらくこれで罪の国を私は引き続き隊を率いてトガオニの捜索と討伐に当たります。ああ、任せる。だがその前にイージスよ。聞こう。ずいぶんレベッカと親しいようだな。いえ、そのようなことは。まあよい。下がれ。は。いい男だな。あれはいい男だよ。どんな女も彼にだったら心も体も許してしまうだろうね。やめろ、王に失礼だぞ。お前たちに聞きたいことがある。王宮の研究施設を自由に使える許可を出したのは私だ。
だが、どう使うのかは報告しろと言ったはずだぞ。お前たち、一体何をしている？あなたの部下が捕らえたトガビと、なぜ今、彼らが執行者に襲われないのか、不思議に思いません？人々の執行の祈りが執行者を生むとき、あるエネルギーが使われる。そのエネルギーを、ちょっと今拝借してるんですよ。何だと？何のために？面白いおもちゃを作るためかな。罪の国に攻め入るときに必ず有用になるものです。期待してお待ちください。おうよ。ふん、そうか。ならば引き続き施設は好きに使え。お許しも出たことだし、あとはよろしく頼んだよ、エレノア。はい、お任せください。